傷の方は心配ありません。今後の経過についてはもう少し様子を見ませんと。自動ドアに映ってましたよ。
そこそと。いいえ、今日も姉さんのお見舞いですか？さあ、お花を買うんです。どうぞご自由に。あら、おはよう。君が来たら聞こうと思っていたことがあるのよ。昨日、私が病室に行くまでの間に何かあったの？ほら、鈴宮さん、顔が赤かったでしょ？あれからちょっと微熱が続いてね。まあいいわ。それより、熱心ね、毎日。私が人としてなんて言ったからかしら。若いうちに悩むのはいいことよ。男と女ってものにこれという正解はないからね。付き合った時の気持ち、付き合い方、そして期間、そんなものは全く当てにならないから。まあせいぜい自分で傷を深くえぐることのないように。いくら医者でもその傷は治せないよ。さあ行こうか。先生、いいところに。先生、ぜひお力を。はいはい、
なるみくん、先に行っててくれる？何か仕組んでる？こっちの話、くれぐれも変なことしないように。先生。はいはい。ちょっと熱が出ちゃった。ねえ高之くん、あのね、手をね、こうして。どうしたの？わからないの？
かゆきくん。私のこと避けてる？珍しいね、飛行船なんて。夢があって面白いよね、飛行船って。学校行きたいな。お邪魔しまーす。ああ、よかった。どうしたの？だって、お姉ちゃんとお兄ちゃんがイチャイチャしてたら入れないじゃない。焦ってる。うん。今ね、飛行船を見てたんだよ。え、どこどこ？あそこ。あれ？何が？あ、お姉ちゃん、
明日ね、お母さんが。もう？うん。鈴宮さんの彼氏、どうも。覚えててくれたの？光栄だわ。でも、なんでこんなとこに？彼氏、喫煙タイム？院内は刺繍プンプンだしね、逃げ出したくもなるよね。じゃあ問題。このシーツ、いっつも干してあるの。どうしてだかわかる？が干してあるとここは四角になります。やだ、彼氏ってばむっつり。ブー、時間切れ。答え、毎日洗ってるからです。
アニオ、そんなんじゃないわよ。あれよ、あれ。なんで1から10まで説明しないとわからないのよ。土下座で許してあげる。誰がボケじゃ。なんですと。何？ご無礼かとは思うのですが、お客様の目の届く場所ではっちゃけるのは控えた方がよろしいのではないでしょうか。